皆さんどうもこんにちは。アンダーテール続きやっていきたいと思います。はい。ただならぬオーラを放っている、このドアの前にですね、前回到着してからゲーム終了いたしました。はい。この先何が一体待っているのか気になるところですが、とりあえずしっかりセーブをして、はい。OK です。602分もやっていますね。で、持ち物の確認もね、一応していきたいと思います。はい、サンデーが大量にありますね。これならもう大丈夫だろう。何が起きても。では、早速行きたいと思います。来た。はい。あーい、メタトン?やっと来てくれたね、子猫ちゃん。ついに君と僕との決戦の時だ。暴走したロボットを停止させるって、君は大きな勘違いをしているよ。交渉、プログラムの修正、笑わせないでよ。すべては大掛かりなお芝居さ。は?そう、やらせだよ。え、どういうこと?君は初めからアルフィーに騙されていただと。え?衝撃の事実。え、本当はメタトンとても優しいやつってこと?俺の途中で言った考察が合ってたってこと?彼女が画面越しに君を見守るうちに情が移ってしまって、君の冒険に加わりたいと強く願うようになった。そこで君の物語に自分を登場させることにしたのさ。パズルを起動したのも、エレベーターを止めたのも、僕に君の邪魔をさせたのも、全部アルフィーだよ。ありもしない危険から君を救い出すためにね。ちょっと滑舌が悪いな。いつものごとく滑舌が悪いな。そうすれば君は彼女を立派な人だと思うだろう。実際は違うのにさ。そして間もなく彼女の最大の見せ場が訪れる。今アルフィーはこの部屋の外で待機しているよ。バトルが始まったら途中で割り込んできて、僕を停止させるふりをするつもりだ。ピンチに瀕した君を助けるためにね。これで晴れてハロウィンじゃねえ。アルフィーは君の冒険のヒロインになる。君は彼女に感謝するあまり、帰らないでという願いすら聞き入れてしまう。かどうかは見てのお楽しみかな。とにかく僕はもうこんな茶番に付き合わされるのはごめん。僕には人間を傷つけようなんて気持ちは、けほどもないのさ。僕はみんなを楽しませたいだけ。観客に最高のショーを披露するのがエンターテイナーの務めだ。そのためには、どんでん返しが欠かせないよね。え、お前、アルフィーを裏切るってこと?え、あれ、どうなってるの?ドアが勝手にロックされちゃった。皆さん、残念ですが、この番組は本日で終了します。でも、最高に盛り上がる最終回スペシャルをご用意いたしましたよ。何?ストーリーもアクションもバイオレンスも全てがリアル。新番組。進撃のキラーロボット。お前結局殺すんじゃねえかよ、俺のこと。殺すつもりないなんて言ってた。お前さ。嘘でしょ?逃がすこともできない。そう、コアのレイアウトを変えたのは、お前だったんだ。なるほど。機械ならハッキングもそう、難しいことでもなさそうだもんね。モンスターたちに君を襲わせたのもね、あれで3回ぐらい僕死んでるんですが。でもちょっと爪が甘かったな。その100倍いい方法があったよ。僕が自分で君を殺すのさ。え?やだ!何?メタ飛んだ。ああ。とりあえず行動してみようか。ひっくり返る。このままだと間違いなくひっくり返って死ぬことになる。その戦いぶりを見る限り、君は弱すぎるね。この先へ進めばアズゴアに魂を取られるよ。その魂でアズゴアは人間を滅ぼす。攻撃?ちょっと急すぎません?急すぎ。で、戦っちゃダメだ。とりあえず、分析してみよう。アタック30で255、硬すぎだろ。金属製のボディ攻撃しても効果はない。でも僕が君の魂をいただければそうはならない。人間を滅びの運命から救えるよ。え?なにこれ?違う。なに?ちょ、マジでわかんないんだけど、メタトン。これ反転状態になるとミサイル使えるみたいな、そんな感じのなかったっけ?何百人、何千人。いや、何万人もの人間が僕のファンになる。これ撃てってことだよな。そういうことだ。うわぁ!え?回復させて。回復させて。サンデー、ありがとう。華やかなスター生活が手に入るんだ。そのために何人か殺すことになっても、それがショービズの世界というものさ。難しいことよね。メタトン。中で何が起きているのかわかんないけど、諦めちゃダメだよ。いざとなったら最後の手段もあるし。実はね、まだ開発中の機能だから笑わないでね。メタトンっていつも前を向いてるでしょ?
それは背中にスイッチがあるからなの。だから後ろを向かせてスイッチを押せば、そしたらメタフトンにダメージを与えられるようになるよ。え？マジ？え？メタトンに後ろを向かせる、どうするんだ？ UFO、 あ、 UFO みたいな古臭い手ですが、メタトン、あ、ひっくり返す、なんかある、後ろに鏡があるよと伝えた。え？そんなんでひっくり返るわけないじゃん。最終回だし身だしなみは完璧にしないとな。嘘だろ、メタトンマジかよ。どこだ、見当たらないぞ。あ、マジか。僕のスイッチに触ったな。あ、メタトン、メタトン、メタトン、ああ。Oh yes。 何？はあ。何ですか？はあ、仕方ないな。僕のスイッチに触ったということは、なんかすげえ人間フォルムになってんだけど。え？さっきの四角の箱状態と全然違いすぎませんっていうシルエットが、シルエットでもうわかる。僕のスイッチに触ったということは、僕の新しいボディを見たくて仕方ないんだね。まったく、お行儀が悪いんだから。でも幸い僕も見せたくて仕方なかったよ。だから、君には素敵なお礼をしてあげよう。君の最後を。わあはは、イケメン華やかに演出してあげるよ。マジで？うおー、ビートな、ビートな、リズミカルでビートな、BGM が鳴ってるぞ。視聴率すげえ。3900人も見てんだ、同説で。そんなに地下世界にモンスターがいるのか。とりあえず、やっていこう。メタトン EX のお披露目。じゃあ行動していく？ポーズを取る。敵、煽る。敵に寝返る。煽ってみます？お前の攻撃なんか一発も当たるものか。視聴率がじわじわ上がる。お、マジ ?3219! なに？あ、こういうことね。うわ、やば。ちょっと待って。期待外れ。ちょっと待って。当たっちゃった。あ、やばい。バイオレンス期待外れ。あ、やばい。やばい。これ視聴率を上げろってことかな、上の。じゃあ、煽りまくってみよう、これ。メタトン煽った。お前の攻撃なんて一発も当たるものか。じゃあ、もう一回やってやりましょう。スリル、ロマンス、バイオレンス。こうでしょ？こうでしょ？十字。あ、死ぬ。うわ4000人まで行きました。ちょっと待って。サンデー、オッケー。HP が18回復。よし、僕はみんなのアイドル。ちょっとで。こうでしょ、こうでしょ。うわ、むず。バイオレンス、逃げろなるほど、期待外れっていうのもあるから、そう変に煽りすぎない方もよいんだね。てポーズを取る。ドラマチック。傷ついた体にムチ打ってかっこいいポーズを決めた。拍手が起きた。お、カメラに向かってスマイル、にっこり。ちょっとスマイルとかそういう場合じゃないんですよね。これは打てるね。うわ、やばい。体力が。うわ、すげえかっこいい。かっこいい。すげえかっこいい BGM。すげえ、ドラマティックな BGM だね。じゃあどうしようかな。観客の方を向いて不敵な笑みを浮かべた。この段中、観客は、悪役の大暴れに期待してる。マジ？クイズです。頑張ってポチポチ入力してね。作文、嘘でしょ？え？メタトンのどこが一番好きですか？え？あは、言葉で言い表せない。無理もないね。あ、ごめんなさい。ちょっとまずボタン間違えただけです。作文を大事にしまった。何かに使うの？マジで。メタトン EX。じゃあ煽ってみよう。視聴率もうちょっとぐんと上げたいな。お前の攻撃なんて一発も当たるものか。やべえ。今の作文で君のハートはみんなに伝わったよ。お、今度は僕のハート見せてあげよう。ほう。何打てる。あ、打てた。こういうことだ。オッケー、わかったぞ。あ、ちょっと、やばい。死ぬ。あ、あれ？今、メタトンに後ろを向かせれば、長いスピーチをスキップできそうだ。やばい。めたいこと言ってんな。じゃあ、スキップしよう。後ろに面白いものがあると伝えた。いいシステムだね、これ。アンダーテル、セーブしてもこういう要素があるって面白いね。お、来た。ということで、メタトン EX のお披露目。うわー、ちょっとあまり死なないように気をつけよう。とりあえずさっきのところまで行ってみようかな。お前の攻撃なんか一発も当たるもんか。タラタラターン、タララーン。クイズ来た。クイズ来たよ。じゃあどうしようかな。太ももとか入れてみようかな。ははは。ももフェチになっちゃったか、俺。太もも。
言葉がさ、ちょっと待って、あんまり受け入れてもらえなかった。メダトの作文を大事にしまった。あー、とりあえず煽ってみよう。よし、一発も当たるものか。あ、ちょっと待って、あと4しかない。マジで当たっちゃダメだ、これ。ちょ、余計に専念、余計に専念しよう。やばいね、やばいね、余計に専念しよう。余計に専念、余計に専念、余計に専念。いける、いける、いける、よし。いける、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 いける。オッケー！まだ続くの、お前。ちょっと、あー、当たっちゃった。最悪。あ、じゃあみんなごめんね。この作文でとっても卑猥な文を入れたらどうなるのかなって。ちょっと気になっただけだから、僕を軽蔑する目で見ないでください。いけんのかな？さすがに弾かれるかな？この番組はキッズも見てるんだぞ。こんなこと書くやつは、ぶっ殺してやる。やべえ、うん、大事にしまうのかよ。やべえ、おもろいアンダーテール。ここまで作り込まれてるなんて、最高だ。じゃあ、あおろう。お前の攻撃なんか一発も当たるもんか。殺意に溢れたメタトンと、煽り、キノコ。いくぞ。ターン中、視聴率がじわじわ上がる。ハートはみんなに伝わった。僕のハート、来たよ、これ。これ、頑張れば避けれるやつ。頑張れば避けれるやつ。で、これを避けて、よしよしよし、いけるいけるいける、避けて、あー、くそ！いやー、いや、なかなかきついってか、これさ、来るとは思わないじゃん。いや、いつまで来んの？え、なんか怒った。メタトン。うん。とりあえず、煽ろう。メタトン煽った。お前の攻撃なんか一発も当たるものか。メタトンのターン中、視聴率がじわじわ上がる。まだまだウォーミングアップさ。マジっすか、これ。避ければいい話。あ、違うね、これおそらく。あ、ちょっと真面目に髪とか入れてみる？メタトンの好きなところ。髪か、何しろ。お、反応してくれた。メタルジェルでスタイリングしてるからね。スタイリングしてるからね。おー、ありがとうメタトン。これは大切に使って。でもさっきのひどいのは使わないで。マジで炎上しちゃうから俺。じゃあ煽ってみよう。どんどん煽り続けていいのかな、これ。視聴率ぐーんと上がるからいいよね。ハートはみんなに伝わったよ。今度は僕のハート見せてあげる。よし、ここなんだよな。ここ。2発当たった。あまり変に動きすぎない方がいいんだよね、これって。オッケーオッケー。変に動きすぎない。変に動きすぎない。オッケー、いいよ、いいよ。いいよ、変に動きすぎない。変に動きすぎない。よし、よし、避けれてる、避けれてる。いいよ、いいよ、いいよ。よし、来た！お、ノーダメなんじゃない？よし、じゃあ、煽ってみよう。お前の攻撃なんか一発も当たるものか。まだまだウォーミングアップさ。やばいな、やばいの来たな。これはとにかく連打で壊せることを知ったので、ドン。あー、くそ。よしよし。ノーダメだ。いいぞ。な、期待外れ、そこでマイナス100出る。今のはひどい。こっちが期待外れだ。じゃあ、煽ろう。お前の攻撃なんか一発も当たるものか。よし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 。ダンススキル。ほう。あ、そういうこと？はい。動かなきゃいいんだよね、これね。動かなきゃいいんだよね。で、これ、動く。いや、それ無理じゃん。メタトン。はい。煽る。残り9回いけるかな？視聴率じわじわ。はい。はい。止まる？動く。これどうすればいいの？マジで。これ今のマジでどうすればいいんだろうね。絶対当たっちゃうみたいな、そういう感じ？ 3-2-1 ドッカン。ドン、横。あ、違う。ドン、横。ドン、横。あ、やべ、やらかした。バイオレンス。バイオレンスとして捉えてくれたのはいいけど。煽る。よし。どんどん煽って視聴率上げていこう。熱くなってきた。いいね。ドン、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 むずい。煽る。ザーコ、ザーコ。休憩入ります。え？ブラック企業じゃないからね。あ、そうっすか。ハッピーブレイクタイム。これは？触っても何も起きない。はいはい。あ、めっちゃ動きが荒ぶってるよ、メタトン。大丈夫？煽ろう。お前の攻撃なんか当たるものか。タンタララーン、タッタン、タン、タラン、タン、タン。ハートとハートの付き合いをしようよ。オッケー。あ、こうなった時に撃てるんだ、メタトンのハート。ハートが、あらわになった時に撃てるんだ。そういうことだ。当たりたくないけどね、俺は。オッケー、大丈夫？期待外れっていうか、腕取れちゃったよ、メタトンの。大丈夫？スポンサー製品プラス200。やばい！視聴率8400だ。やばい！余裕で勝てる。腕の一本ぐらい。大丈夫？メタトン無理してない。ごめん、俺がやりすぎちゃったかもしれない。やりすぎてる！お前もやりすぎてる、それは！嘘でしょ！戻ってくんの？
やば、アオロ、お前の攻撃なんか一発も当たるものか。おお、まだまだ。やばいやばい、これ戻ってくるパターンだ。戻ってくる戻ってくる戻ってくる、ここここここじゃなかった。やばい、残り1だ。とりあえずサンデーサンデー食って観客に大受け。何が、あー、スポンサー製品だから変にやりすぎない方がいいと思うんでしょ僕。おお、結構食らっちゃった。とりあえず煽る、ずっと煽りまくっていいかなこれ。とりあえずこれさ、視聴率上げてくっていうか、これ最悪のエンドにならないかなこれ。メタトン壊さずに視聴率上げて終わりたいんだけど俺。やばい、まだいける、まだ耐えれる、まだ耐えれる、まだいける。視聴率上げよう、視聴率上げよう。え、君はそんなに人間を滅ぼしたいの、どういうこと、それともとことん自分を信じてるってこと。自分を信じているからです。みんなの受けを、みんなの受けを、みんなの受けを狙っているんです。よし、回復しよう。いけるかな、立派だね。残念だけど、君か僕どちらかが倒れることになる。そうなの、どっちも生きるって手はないですか。どちらが勝つかは君にも分かっているはずさ。さあ、スターの底力を見せてやろう。へえ、大丈夫、やばい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 、なに、うわぁ、うわぁ、うわぁ、ひゃ、ひゃ、ひゃ、攻撃する暇がない、あぁ、やだ、や、うわぁ、あ、足が、え、足が、メタトン、メタトン足、メタトン、シャンクス足が、腕が、どうしか残ってないよ。大丈夫これ。不敵な笑みを浮かべた。ちょっとここで笑うのは不謹慎すぎな気もしますが。観客は悪役の大暴れに期待している。期待しないで。へえ。君は自分がスターだと思っているの？君が人間たちを守れるの？いや、そんな、そんな、そんな強気なことは思ってないですけど。僕ができること、ああ！あ、やべえ、棒切れ。目だと口でキャッチしたって、おお、視聴率1番いったよ。スターの底力を見せてあげよう。ちょっと待って、ここ頑張りたいよ、頑張りたい。ここめっちゃ鬼畜ゾーンだから頑張りたい。やばい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 、いけ、いけないいけないいけない、ちょ、厳しいってこれ。ちょ、難しすぎないこれ。よし、あー、残り10。どうする、回復しとく、いや、まだいける、まだいけるはず。無敵時間、無敵時間の延長っていう効果が俺の防具についてるから多分いける。見て、視聴率がすごいことに。おー、メタトン、やったね、1万。すげえ。番組史上最高記録をやったぜ。俺が最高記録叩き出してやった。それではここで視聴者からのお電話コーナー。お電話？ラッキーなファンとメタトンが電話でおしゃべり。僕が地上に行く前の最後のチャンスだよ。それでは早速お迎えしましょう。やめて、ちょっと悲しいこと言わないで、メタトン。怖いな。メタトン？もしもし、お電話ありがとう。番組は今日で最終回です。コメントをどうぞ。ん？あ、もしもし、メタトン。誰だろう。君の番組大好きだったよ。平凡な毎日だけど、君をテレビで見てると、こっちまで楽しくなれた。本当に今日で終わっちゃうの？寂しいよ、メタトン。メタトン！メタトン。なんかすげえ感動的な BGM 流れてるんですけど。メタトン？あ、ごめん、喋りすぎちゃった。はぁ、あ。待って！ブルッチ。ブルッチ？おい、待て。前回の動画、見返してもらえればわかるんですけど。お前だったの？ごめんなさい、メタと女がいると勝手に思い込んで。え？ちょっと待って。あれ、女じゃなかったの？ブルッチ。ナップくん。今のナップくんだったってこと？え？じゃあのラブリーチャーミンの部屋はメタトンの部屋だったってこと？マジか。マジか。衝撃展開なんだけど。ナップスタブルークってことだよね、今の。え？メタトンと知り合いだったってこと？切れちゃいました。メタトーン。メタトーン。そんな魂の熱いバトルとか人間を滅ぼそうなんて考えはしてて、ねえ、まあ、もちろん地上に出たいっていう夢みんな抱えてるのかもしれないけど、メタトンは、メタトンの転職は、
ここだと思うよ。地下でアイドルを続けること。ではもう一人を呼びしましょう。メタトンの番組に元気をもらってました。メタトンの出ないテレビなんてもういらない。僕メタトンの心は悲しみのメタトン色に染まっています。メタトン、愛されてんな。みんなありがとう。とても嬉しいよ。メタトン。ねえ、子猫ちゃん。どうやら僕はもう少しここにいた方が良さそうだ。そうっぽいね。人間にはスターやアイドルがたくさんいるけど、モンスターには僕しかいない。そうなんだよ、メタトン。僕がいないと地底の世界は光を失ってしまう。誰にも埋められない穴が開いてしまう。だから地上デビューは延期するよ。それに思った以上に君は強いって分かったしね。その調子ならアズゴアの城を突破できるかも。メタトン、君ならきっと人間たちを守れると思うな。はは、ははは。実際こうなってよかったのさ。実はこの姿だとエネルギーを大量に、あ、なるほどね。手足がもげた以上にも問題があるんだ。だからもうすぐ僕のバッテリーは切れる。そしたら僕は、でもいいな、初期化さとかされないバッテリー切れで大丈夫だよね。僕のことは心配しないで。きっと最高のスターになれるさ。ありがとう、メタトン。視聴者のみんなもありがとう。今日の主役はテレビの前の君たちだ。かっこいい。メタトン、メタトン、大丈夫？ああ、メタトン、あ、やっと鍵が開いた。二人とも大丈夫。嘘、メタトン、しっかりして。メタトン、メタトン、動いていない。よかった、バッテリーが切れただけみたい。メタトン、あなたがいなくなっちゃったら私、まあ、別にどうってこと、強がるなって、アルフィ。だってロボットだから、もし壊れたっていつでも、別のを作れるし。アルフィ、強がらなくていいんだぞ。先に行ってて。大丈夫かな？ちょっと一人にして、あ、はい、わかりました。バッテリー切れ大丈夫なのかな？記憶は残り続けるよね。お待たせ。じゃあ行こっか。大丈夫？治らないとかそんなことないよね。俺最後の最後でメタトンとちょっと仲良くなれた気がするんだけど、もうすぐアズゴア王と、もうすぐなのか。なんかちょっと、ドキドキするね。大丈夫かな？あれ、殺しちゃってないかな、メタトンのこと。俺、すごく心が痛むんだけど。これでやっと、お家に帰れるね。アルフィー、ちょっと胸クソ悪いよ。アルフィー、来ないの？アルフィー、アルフィー、俺、待って。どうしたの？その、なんでもない。元気でねって言いたかっただけ。ダメ、これ以上は無理。私、嘘ついた。正直なアルフィー、偉いぞ。人間一人の魂だけじゃバリアを抜けられない。え？あ、そっち？あ、自作自演の話じゃなくて、ちょっと待って。人間一人の魂と、モンスター一人の魂がないとダメ？誰かを殺さないといけないってこと？マジで？やだよ、そんなんできない俺。だったら地下にこもる。俺は、地下でヒキニート生活を行う。だって、そんな変わんないもん、現実と。仕事はしてますけどね。だから、あなたがお家に帰るには、あの人の魂を奪わないといけない。え？アズゴアを殺さないといけないの。そんな、アズゴアまだ会ってないけど、みんなが優しい王様って言ってるから、そんな人をみんなが尊敬してる人物を俺は殺したりできない。わかんない。本当に凶悪な人でみんな脅されてるみたいなだったら違うけど。ごめんね。そんな大どんでん返しがあればまた別の話だけど。みんなに慕われてる王様を殺すことはできないよ。さあ、どうしたもんか。すごく長いエレベーター。すごく長いエレベーターだね。ああ、終わった。来ました。ということで。いやー、ちょっと、何この灰色の世界。あ、来た。セーブポイント。コア出口前。あれ、決意がみなぎったとかも言わなくなってる。
本当に直前なんだね。これはなんだ、動いてい、あ、動いていないんだ。なるほど。あー、ちょっと殺風景な街ですけど、主人公の心とか表してるのかな。このちょっと灰色チックというか色のない世界は、BGM も流れてないね。ちょっと不気味な感じもするけど。おー。おっと？なんだ？なんだ？西武ニューホーム来たよ。はい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 。ちょっとあったかい感じの BGM が流れている。南京錠。ハロー、私は庭にいるよ。何か打ち明けたいことがあるならいつでも来るといい。鍵はキッチンと廊下にある。はあ。あ、なるほど。鍵が二つ必要ということか。なるほど。金色の花、綺麗だね。アルバムとスクラップブックとおもちゃの入れた本。おう、おもちゃ。子供がいるのかな。おっと、フロギー。昔々、遺跡に一人の人間が落ちてきました。怪我をした人間は大きな声で助けを呼びました。昔々、俺の話かな？俺の未来を予言してくれるのか？鍵を拾って携帯のキーホルダーに取り付けた。来た、一個。コンロ。トリエルの家だよね、今思ったけど。トリエルの家っぽいけど。ループしてるとか？さすがに、おーっと、泣き虫。その声を聞きつけたのは、王様の息子、アズリエルでした。アズリエルは人間をお城へ連れて帰りました。優しいんだね、アズリエルは。やっぱりね、モンスターと人間の、あれね、ちょっとドロドロとした何かが。音？ハートのロケット。なんだ？ハートのロケットって。古びた、ダガー。おー、ロケットとダガー。ダガーはさ、ダガーは武器っぽいけど、アイテム見てみよう。ロケットは、インフォ。アーマーなんだ。ずっと友達と書いてある。おう。ずっと友達。ちょっと装備してみようか。多分、最高級の装備だよね、これが。一番、現段階の強い装備なんじゃないかなと。インフォ、古びただが。植物の鶴を断ち切るのに最適。おう。使うのかな？使うのかな？でも武器って書いてあるからな。一応つけとくか。ダガーを装備した。金色の花。金色の花。改装中。ほう。あ、まただ。ちびかび。やがて、アズリエルと人間は兄弟のように仲良くなりました。王様と王女様は人間を我が子のように可愛がりました。知性の世界は希望に包まれました。あー、なるほどね。幸せな生活をしていたってことは俺の話じゃないね。拾われて、王様と女王様で世話をしてたんだね。おー、なんかのトロフィーがあるよ。トロフィー。98年度、お花すりすりコンテスト。かわいいグランプリだな。あ、ちょっと日記読みたいな、これ。アズゴアの日記。今日のページには、いい日だとだけ書かれている。インクはまだ乾ききっていない。え？あ、じゃあ、書いたばっかって頃かな。今日の日記なんだね、アズゴアの。いい人そうな感じがするけど。じゃあ行こっか。チェーンのロックを外して、さあ進みましょう。ああ。音楽がかかった。ところがある日、人間が重い病気にかかりました。ああ。重い病気。人間は最後に一つだけ願いを叶えてほしいと言いました。ふるさとの村の花畑を一目見たいと。しかし私たちにはどうすることもできませんでした。ああ、そうだよな。地下に閉じ込められちゃってんだもんな。そして、その翌日、人間は息を引き取りました。うわ、悲しい話だ。仲良くしてたのに、悲しみに暮れたアズリエルは人間の魂を取り込み、凄まじい力を持つ存在へと姿を変えました。暴走しちゃうのかな？アズリエル。凶暴かな？人間の魂の力でバリアを抜けたアズリエルは、泣き殻を抱え、夕日を浴びながら進んでいきました。人間たちの暮らす村を目指して、あ、ふるさとのお花を見せてくれるのかな？
ウォッシュは。やがてアズリエルは村の中心にたどり着きました。そこには金色の花畑がありました。アズリエルはその上にそっと人間の亡骸を乗せてやりました。あー優しいんだねアズリエル。シャイレーン。その時突然甲高い悲鳴が響き渡りました。亡骸を抱えたアズリエルを見つけた村人たちが、彼が人間の子供を殺したと勘違いした。最悪だな。え、勘違いもいいところ、村人たちは捨て身でアズリエルに襲いかかりました。アズリエルの体は何度も何度も人間に撃たれました。アズリエルにとって村人たちを滅ぼすのは造作もないこと。凄まじい存在になったんだよね。そっか、人間を取り込んだことで地上に出れたんだけど、そうだよな、昔モンスターを封印した人間たちにとって突然モンスターが出てきたら確かに誤解しちゃうこともあるだろうけど、それでもアズリエルは反撃しませんでした。うわぁ、人間の亡骸をしっかりと抱いて微笑みながらその場を立ち去ったのです。偉いぞアズリエル、偉い、大人だな。怪我を負ったアズリエルはなんとか家にたどり着きましたが、お城に入るなりばったりと倒れ込んでしまいました。嘘だろ。アズリエルの体は塵となりお城の庭に降り注ぎました。悲しすぎるってそれは。王国の民は悲しみに暮れました。王様と女王様は一晩のうちに二人の子供を亡くしたのです。人間たちはまたしてもモンスターから全て奪いました。マジで悲しい。王様は決心しました。国民の苦しみを終わらせると、ここへ落ちてくる人間は誰一人生かしておかないと。そういうことだったんだね。七つの魂が手に入ればバリアを壊すことができる。はぁ、アズゴアが復讐心に燃えてるのも、もうそれは無理ないなって話だけど。なるほどね。うわぁ、こういうの聞いちゃうと本当に、いたたまれないというか、もうすぐ、アズゴア王が私たちを解放してくれる。ああ、モンスターにも悲しい歴史があったんだ、そういった。さあ、あなたも笑顔になって。嬉しいでしょ？心が弾むでしょ？俺人間なんだよな。フロギー、あなたはもうすぐ自由になる。俺なのかな？おっと、ちょっと待って。エレベーター？あ、なるほどね。行き来できるようになったんだ。じゃあとりあえずここで。最後の回廊。アズゴはここにいるのかな？アズゴアさん。ここにいるのかな、アズゴアが。あー、ご対面。え、あ、アズゴア、アズゴア、あ、アズゴア、結構小さい方だった。え、アズゴア人間説とかないよね。モンスターの王とか言いながら。ついにここまで来たな。お前の旅はもうすぐ終わる。この先へ進めば、お前と王は合間見える。あ、お前が王じゃなかったのね。王とお前が、この世界の運命を決する。だがその前に、まずは、審判の時だ。お前がこれまでに取った行動のすべて。手に入れた XP、それらをもとに判定が下される。XP というのは、何のことかわかるか。正式には、エクセキューターポイント。他者に与えた痛みを量、痛みの量を数値で表したもの。誰かを殺すと EXP が溜まる。EXP が一定以上は溜まると、ラブが上がる。ラブレベルね。フラビーが言ってたね、最初。そう。ラブの本当の意味も教えてやろう。正式には、レベルオブ、バイオレンス。暴力レベルのこと。ああ、他者を傷つける能力を数値で表すものだ。殺せば殺すほど、感情を抑えるのが容易になる。うわあ、怖。感情を抑えるほど、自分は心の痛みを感じなくなる。何のためらいもなく他者を傷つけることができるようになる。あ、サンズ、サンズだったんだ。でもあんたは一度もラブを手に入れなかったな。だからってあんたの心が真っ白だって言うつもりはないけどさ。でもあんたの心はいつもあったかかった。自分はどんなに辛く苦しい思いをしても正しい行いを貫いた。あんたは絶対に誰かを傷つけようとはしなかった。サンズ、バトルから逃げる時でさえいつも笑顔だった。そうなの？あんたはラブを手に入れず、ラブを手に入れたんだ。はぁー。わかるかい？わかります。わかんないかな？
さてと、あんたはいよいよこの旅で最大の試練を迎える。ここであんたが取る行動が世界の運命を決めるんだ。あんたが戦うことを拒めばアズゴアに魂を取られて人間たちは滅びる。アズゴアを殺して地上に帰ればオイラたちモンスターは地底の世界に閉じ込められたままだ。さあどうする？うわあ、究極にの二択。俺地底に残るよ。あ、でも無理なのか。そっか。結局、勝負はついちゃうんだもんね。アズゴアが魂を取るか。俺がアズゴアの魂を取、そういう話だもんね。まあ、オイラだったらとっくに諦めてるね。でもあんたは諦めなかったからここまで来れた。解決策があるのかな、ちゃんと。つまり、あんたは決意ってもんを持ってるんだ。そいつを捨てない限り、自分の心に正直に行動し続ける限り、あんたには正しい判断ができるって信じてるぜ。そんなわけで、みんなあんたを応援している。頑張って来いよ。ありがとう、サンズ。僕を応援してくれている。すごく励みになる。俺を信じてくれているんだ。判断は誤れないな。なんか書いてあるな、これ。越剣の間。ああ、来ました。越剣室の入り口。おお、なんかあるね。ちょ、下にもルートがあるから、こっちも見ていい？さあ、なんか、棺桶？ここに人間の魂を集めてるのかな？棺桶。名前が刻まれている。神。俺？嘘でしょ？神？え？嘘でしょ？ご丁寧に。もう名前も、知れ渡っちゃってるんだね。僕の名前も。もうじゃあしょうがない。やるしかないな。アズゴア様。どっちの手段を取るかどうか。とりあえず、もう俺は逃がす行動の一点張りで行くよ。アズゴア、さんですかね？ラーラー。おや、お客さんかな？ちょっと待ってておくれ。今、水やりを終わらせてしまうからね。はい。あ、ゆっくりで大丈夫です。これでよしと。ああ、優しそうなお人。ハロー、いらっしゃ。あ、君は、アズゴアさん、どうも。僕が神です。地底の神です。お茶でもいかがかな、と言いたいところだけども。残念ながら、そういうわけにもいかないね。アズゴアさん、そうだよな。運命がかかってるんだよな、お互いの。ご覧、今日は素敵な日だ。花が咲き、小鳥たちはさえずり。こんな日は鬼ごっこでもして遊びたいね。アズゴアさん、とても優しそうなんですけど、ゆっくりお茶を飲むと、地底の世界に二人で一緒に住むというのはどうでしょうか。私たちには、やらなくてはならないことがあるね。準備ができたら、この先の部屋に来なさい。はい。早いなぁ。もうちょっとアズゴアさんとお話ししたかったなぁ。玉座。うわぁ。立派なところに住んでらっしゃる。もう一つの玉座。白いシーツがかかっている。セーブ。うわぁ。アズゴアさん。あれ？最初のところに似てるね。大丈夫。歯医者さんに行くようなものさ。うわぁ、そうやってなだめてくれる。優しいところもあるんだな。準備はできたかい？強がらなくていい。私だって心の準備ができていない。アズゴア戦ですか？早いって。あまりにも、バトルの展開が早すぎ。なーに、ここ。なーに？うわー、かっこいい。これがバリアなんだ。我々モンスターを地底に閉じ込めている封印だ。もしこの世界でやり残したことがあるなら、ここで引き返しなさい。僕は進みます。そうか。では。アズゴア。話し合えばわかる。そうだよな。みんなモンスターが、モンスターとそうしてきた俺は。あ、残り一つの魂の。どうも。アズゴアさん。
思議な光に満ちている。バリア越しに薄明かりが見える。ああ、やばい。緊張やべえ。ラスボス戦か。決意がみなぎった。どうすればいいんだ俺は。とりあえず逃がすの一点張りするよ。人間よ。君と出会えてよかった。さらばだ。はい。怖い。怖い。ああ、え、は、え、はい。逃げるが消えてる。